私の名前はなるみ、戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私のこの体質のせいなのか、人脈は無駄に広いっていうか、知り合いは多いんだよね。友達の弟から今日 LINE が届いた。何の LINE だろうと思って見てみたら、なるみさんお久しぶりです。ちょっと大人の女性の意見が聞きたくて。久しぶりだね。どうしたの？私でよければ話を聞くけど。ありがとうございます。兄貴に相談するには恥ずかしくて。俺今彼女がいるんですけど、その彼女が1円も出さないんですよ。どこに行ったとしても絶対に。それどころか財布も出さなくて。ああ、なるほど、そういう子もいるもんね。そりゃもちろん最初アプローチしていた時とかは結構自分でも出そうと思ってました。だけど付き合ってからそれがより一層すごくなったというか。よかったらやり取りした LINE 見てくれませんか？見ていいの？じゃあ見てみようかな。リクトとアヤの LINE。 明日さ休みでしょ？高級フレンチ食べに行きたいんだけど、このお店見て。とりあえず予約しといたから明日開けといてね。ちょっと待って、この店って？前から行きたいと思ってたところ。すっごく美味しいみたいだからさ、楽しみだよね。あのさ、この前も言ったと思うけど、今月ちょっと厳しいんだ。こんな高いお店行けない。はあ？彼女とデートするのにそんなこと言うの？この私を安いチェーン店に連れて行くつもりじゃないでしょうね。そういうわけじゃないけど、あまりお金がかからないデートしたいなって。ここ最近デートですごい出費してるし。だから例えばさ、家で映画見るとか。そんな貧乏人みたいなの嫌なんだけど。私はお出かけしたいし、ショッピングもしたいの。ショッピングするのはいいし、一緒にお店で見れるのは楽しいよ。じゃあいいじゃん。明日ランチの後はショッピングね。だけどさ、いつもお金を出さないのは何？は？一緒に買い物に行っても、一緒に食事に行っても1円も出さないだろ。それどころか財布を持ってきてるかどうかすら怪しいし。何それ、なんでそんなこと言われないといけないの？女の子はね、おごってもらえることで価値を見出せるの。それとももしかして私にはおごる価値もないって言いたいわけ？そうじゃないけど、一回のデートで数万円の買い物を何度もさせられたら俺も生活ができないよ。私よりもお給料もらってるんだから、それなりに余裕あるでしょ？そんな貧乏なの？毎回毎回デートで何万円も使っていたら、そりゃお金なくなるよ。それだけじゃなくて、食事も基本的に朝昼晩外食だし。だって私料理できないもん。だから俺が作るって言ってるだろ。そんなに得意ではないけど、毎回外食するより俺が作った方が安く済むし。あのさ、私あなたに会うために綺麗にしてきてるんだよ。それは嬉しいけど。あなたに会うために美容室に行って化粧品を買って洋服を買ってるの。そんなおしゃれをしてきたのに、なんで家の中でゴロゴロ生活しないといけないの？あんただって美人の彼女を連れて外歩きたいと思わないの？おしゃれしてくれるのも嬉しいし、一緒に街は歩きたい。でも毎回じゃなくて、たまには家でゆっくりしたり外食は控えたりしたいんだ。そうじゃないと会う回数を減らすことになる。ありえないわ。あんたお金持ちのくせにケチケチしすぎじゃない？俺別にお金持ちじゃないよ。前も言ったと思うけど、なんで勘違いしてるの？すごく高級な時計つけてるじゃん、いつも。他にもスーツとかすごく高そうだし、お金持ってるくせに彼女のためには使えないっていうの？男として小さすぎるんだけど。スーツと時計のことは何度も説明しただろ。これは父さんが俺の就職祝いの時に買ってくれたものだ。ってことは家が金持ちでしょ。じゃあそれなりに実家からの支援があるんじゃないの？そんなものないよ。それより明日のランチは？私もう予約したんだけど。申し訳ないけどキャンセルしてくれ。自分のお金だけならまだしも、君の分をおごる余裕はないよ。私にお金出せって言いたいの？さっきも説明したと思うけど、女の子はお金がかかってるの。あんたみたいに適当に朝起きてちょっと髪の毛セットするくらいじゃないのよ。綺麗って言われるために美容室には頻繁に通ってネイルだってして、それからオイルマッサージとかいろんなボディケアもしてるんだよ。それなのにデートの費用も私が出さなきゃいけないなんて意味わかんないんだけど。気持ちは嬉しいけど、本当に俺も余裕がないんだ。だから明日は一緒にお出かけできない。ごめん。そんなことしてたら他の男に目移りしちゃうけどいいの？あんたよりももっと男らしい人の方がタイプかも。その時はその時だ。他に好きな人ができたら言ってくれ。
何その態度。お金出すから一緒にデートしようとか言えないわけ。ごめん、今日はもう疲れたからまた明日。ちょっと、なるみとリクトのライン。これはなかなかに癖が強いね。こういう部分も愛して包んであげることができるのならばいいと思うけど、価値観の違いをもうすでに感じているのであれば、別れるのは時間の問題だと思う。やっぱりそうですよね。なんだか俺が間違えてるのかなっていう気がしてきて。男性の方がお金を出すっていうのは、あくまでも男性側が決めることだと思うんだ。この人と出かけてお金を出したいと思ったら出せばいいし、それを女性側が強要するのは私は違うと思う。そう思っていいんですかね。俺が小さいだけなのかとも思っちゃって。だって髪の毛とかネイルとかってデートの日だけのためじゃないでしょ。洋服だって確かに新しく買ったかもしれないけど、デートが終わった後も自分のために着るものじゃない。だからデートのためだけにやりましたっていうのは私はちょっとあまり好きじゃないな。それに逆で言えば、男性だって準備にお金がかかるし、リクトが車を出してるんだよね。そうです、毎回車は俺が出してます。もしさっきの彼女さんの主張を通すのであれば、車の維持費とかメンテナンス費用も彼女のためって言えちゃうでしょ。だからちょっとあまりそういう考え方は良くないかなって。ありがとうございます、なんだかすっきりしました。力になれたのならよかった。実は今日モヤモヤしていたことがもう一つあって、今日俺の誕生日だったんですけど、誕生日プレゼントがありがとうって紙切れだったんです。え？メモ帳みたいな紙切れに書いたありがとうって手紙って、誕生日プレゼントはこの手紙だよって言われちゃって。何それ、ひどすぎる。さすがに俺もちょっと驚いていました。手紙をもらえたら確かに嬉しいですけど、メモの切れ端にありがとうって。しかも実は一週間後彼女の誕生日があって、なんて言われたと思います？え、さっきの彼女の感じからしたらすごい爆弾発言しそう。私の誕生日の時はブランド物のコート買ってね、それからおしゃれなレストランを予約して、部屋も最上級のものででした。うわぁ、なんだかそれ聞いた瞬間、俺って何のために付き合ってるんだみたいに思っちゃって。正直な話、やめた方がいいと思う。うん、自分でもおかしいって気づいていたんですけど、なるみさんに聞いてもらえて整理ができました。ありがとうございました。また何かあったら相談聞くよ。ありがとうございます。あ、誕生日おめでとう。本当にありがとうございます。1ヶ月後、なるみとあやの LINE。 SNS で何度もメッセージを送ってくるのやめてくれない？だって変な入れ知恵したのあんたでしょ。もしかしてリクトの彼女さん？そうよ。それなのにあんたのせいで元彼女になっちゃったの。はい？あんたが変なこと言ったせいで別れるって言われちゃったのよ。しかも私の誕生日の前に。それの何が問題なの？せめて別れるなら誕生日までは付き合っていたかった。だってそうでしょ、私何のお祝いもされてないんだけど。あっちの誕生日はお祝いしたのに。お祝いしたって紙の端っこにありがとうって書いたものを渡しただけでしょ。誕生日は感謝の言葉を伝えるだけで十分でしょ。っていうか、どうやって私のことを特定したの？簡単ですよ。リクトが別れたいって言った日に、あいつの携帯覗いてなるみさんとの LINE 見つけたんです。でもその後すぐにリクトにバレて LINE の追加ができなくて、だから SNS 使っていろいろ探したんです。全然投稿してないから見つけるの大変だったわ。今時のごっこは。あなたのせいで別れることになって誕生日お祝いしてもらえなかった。そもそも自分は0円で誕生日を祝ったのに、相手には高い見返りを求めるっていうのがおかしいんじゃない？もちろんお祝いの気持ちが大切だから金額勝負ではないけど、さすがにあれはやりすぎ。私は手紙を書いた、それだけの価値がある。じゃあもし自分の誕生日が手紙一枚だけだったとしても文句言わないんだよね。はあ？女の方が尊い存在でしょ。高級レストラン予約して、ホテルの最上階の予約取って、ご飯食べてる時にケーキが出てきて、それに欲しいって言ったものは何でもプレゼント、それぐらいしてくれないと男じゃないよね。そんなこと言ってたら世の中から男性がどんどんいなくなっちゃうよ。あんたが余計なこと言わなければ今もラブラブできてたのに。よくもやってくれたわね。多分ラブラブはできてないと思うけどな。あんたのこと絶対に許さない。会社とか特定して嫌がらせしてやる。あんたのせいで私は別れたんだから。自分のせいだっていう考えにはならないのがすごいね。彼氏の誕生日は0円で自分だけ高いものをねだるなんて
女にはそれだけの価値があるの。女の方がいろいろとお金かかってるんだから、お金出さない男はマジで男としてなし。自分にそんだけの価値があると思ってんの？え？それだけの価値があると思える自信がすごいね。若い証拠かな。ああ、なるみさんって確か30代だよね。確かにそんな人にはわかんないかもね。私の価値観。あなたの価値観は永遠にわからないから。そしてその考えを改めない限り、きっとあなたは幸せになれない。上から目線でガタガタ言ってんじゃねえぞ、この女。あんたが代わりに私の誕生日祝いなさいよ。化けの皮剥がれるの早。あんたのことすぐ特定してやるからね。家とか職場とか友達関係とか覚悟しておきなさい。それはこっちのセリフ。私の友達に目をつけられたら逃げられないからね。負け惜しみオッツ。ゆりとひまわりとあやのライン。探す手間を省いてあげましたよ。あげました、あげました。あなたたちって確かなるみさんと仲がいい人たちだよね。なんかよく投稿に名前載ってたもん。わざわざ LINE してくるなんて何？血の気多いね。別に血の気が多いというわけではありませんが、なるみさんに迷惑をかける人は黙って見過ごすことはできません。深淵を覗くとき、また深淵もこちらを覗いているんですよ。何それ、博識アピール？まあいいけど、なるみさんのことは特定するし、あんたたち友達のこともさらしちゃう。私に迷惑かけたことを絶対に許さないんだから。あなたは自分の価値を過大評価し、男の人に全部おごってもらおうとした。相手の誕生日はお祝いする気持ちはないのに、自分だけお祝いしてもらおうなんていうのはちょっとひどいと思いますよ。女だからいいじゃない、それくらい。どうして女の方が偉いと思っているんですか？だって美容室に行って準備してんのよ。男性も美容室に行きますよ。それに髪の毛を切る頻度で言えば男性の方が多いですよね。でも私ネイルもしてるし。でもそれって自分を着飾るためですよね。それともデートに行った時だけつけて終わったらすぐ外すのですか？ネイルって確か2週間はそのままじゃないんですかね。洋服とか買ってるし。先ほどと一緒でデートが終わったらすぐに捨てるのですか？それに男性も洋服を買いますよ。他にもマッサージ行ったりとか。それって自分を綺麗に見せたいためですよね。あとは自分が気持ちよくなりたいからですよね。ああ言えばこういうのね。それにあなたは彼氏さんが出してくれた車のガソリン代を出したことあるんですか？なんで私が出さないといけないの？あいつの車でしょ。でも一緒に乗っているんですから、ガソリン代、高速代は出してあげてもいいんじゃないですか？それに先ほどのあなたの言い分で言えば、車検の費用あなたが出すんですか？話にならないわ。もういいわ。あんたたちも仕返しリストに入れてやる。簡単に今の時代特定できるんだからね。ビビってなさい。奇遇ですね。私もそう思っています。は？ゆりはなるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。特定の力で言えば、ゆりの右に出る者はいないと思いますよ。監視カメラの映像を見たり、SNS を使っての捜索もしっかり。は？監視カメラ？なるみさんに関わった人のことは全部見る必要がありますから、遠くからあなたのことを見ていたり、街の中にある監視カメラの映像をハッキングしてみたり、どこにいても逃げられないと思ってください。はったりかましてんじゃないわよ。ゆりは嘘をつきませんから。じゃあ私の個人情報言ってみなさいよ。わかりました。位置情報を送ったので見てください。1枚目があなたの家で、2枚目があなたの実家です。3枚目があなたの職場ですね。え、やば、なんでバレてんの？他にも送ってほしいものはありますか？あなたの友達のリスト、LINE の友達の人数、参加しているグループ名、それから最近ネットショッピングで買った商品の金額などなど、何でもわかりますよ。なんで？え、こんなことできるの？普通の人間には無理ですけど、ゆりにはできますね。怖い、気持ち悪い。失礼なことを言わないでください。さてと、あなたはなるみさんのお友達を傷つけた。つまり、なるみさんを傷つけた。あなたのことを消します。消すっていうのはどういう意味？やばい奴らと繋がってるってこと？繋がっているというより、ゆりがやばい奴本体ですね。裏の施設の経営をしていて、そこでは何をやっても OK。なるみさんに迷惑をかけた人はそこに送られて、拷問される側か、
片付け要員として呼ばれます。言ってることが一つも意味わかんない。まあ別に無理に理解しなくて結構ですよ。さてと、あなたへのお仕置きは、お金を出してもらって当然だと思っていたので、寝る間も惜しんで朝から晩まで働いてもらいましょう。裏の施設にはたくさんの仕事があります。え？拷問の後の部屋の片付け、それから肉片の処理、他にも料理を作ったり、拷問器具の手入れ、拷問で使う虫たちのお世話などなど、仕事はいくらでもありますから、頑張って働いてくださいね。え？私いつその施設から出れるの？それにその働いた分のお金とかは？お金は全額寄付しましょう。部屋代金とかは払わなくて大丈夫なので、毎日ゼロ円生活です。食事も勝手に出てきますし、光熱費も払わなくていいです。まあ自由に使えるお金もなく、お出かけすることもできませんけど。じゃあ私のネイルは？美容室は？それから洋服とかマッサージは？爪剥ぎや髪剥ぎ、マッサージという名の拷問しかありませんね。そんな娯楽の施設があるわけないじゃないですか。あの、私そのなるみさんと関わるのやめます。それから私、これからは真面目に働いてお金出していきます。口先だけの約束など信じられませんので、他の男性が犠牲にならないためにも、裏の施設にレッツゴー、働く喜びを知ってきてください。やだやだやだ、私は価値のある女なのよ。その後、あやさんはリクトに謝罪の連絡をしたりしてたみたいなんだけど、 LINE をブロックされていて、当の本人には届いてなかった。私のところにも口先だけの謝罪の LINE が届いたけど、私もすぐにブロック。あやさんは男性にお金を出してもらうのは当たり前と思ってるだけではなく、自分より下だと思った女性にそれはそれは強く当たっていたらしい。そんな人たちの彼氏を奪ったりして遊んでたみたいだしね。だから彼女は裏の施設に連れて行かれた。そして彼女は朝から晩まで忙しく働いている。働いたところで自分のために使うお金も時間もない。もちろん美容室にも行けないし、マッサージなんかもってのほか。彼女の自慢の髪の毛や肌はボロボロになり、寝不足で目の下にはいつもクマが。彼女はそんな今も必死に働いているってさ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。